この出前授業は県立情報科学高校の未来創造部の生徒が企画し大分市立明野東小学校で行われ5年生30人が参加しました高校生が講師役を務め SDGs の目標の1つ海の豊かさを守ろうをテーマに人形劇を披露しました。2019年にクジラののの死骸かから大量のビニール袋が見つかったことを紹介し、